岩佐義人11月3日は、日本の政治家、徳島県阿南市長、元衆議院議員、徳島県出身、徳島県立富岡西高等学校、早稲田大学社会科学部卒業。大学時代は、歴史文学ロマンの会というサークルで活動し、後輩に後に作家となる日、坂正氏がいた。1993年、 第40回衆議院議員総選挙に当時、決闘間もない新政党公認で、徳島県全県区から出馬し、初当選を果たした。新政党回答に伴い、1994年の新進党決闘に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制導入に伴い、 徳島県第3区から新進党公認で出馬。自由民主党公認のミキサル3元徳島県知事を破り、再選。1998年、新進党会党により自由党決闘に参加。2000年の第42回衆議院議員総選挙には、自由党公認で徳島3区から出馬したが、自由民主党新人の後藤田正ずに敗れ、落選した。 2003年11月、阿南市長選挙に無所属で出馬し、当選。2007年、2011年の市長選挙でも、無投票で再選を果たした。2015年の市長選挙でも再選を果たした。2007年、6月議会にて自ら制定した、市長の在任期間に関する条例案を提出。全会一致で可決。岩佐義人市長は、多選制限は、 政治活動を始めた時からの心情とし、自身に限って任期を3期12年までとした。しかし、2015年6月に4期目を目指すことを明言。自ら制定した連続3期限度の多選自粛条例を廃止して2015年11月に4期目の当選を果たす。2003年11月30日執行の市長選に立候補し、元市条約の柴山秀高。 元市消防職員の南部信夫、阿南商工会議所元専務理事の松田正夫の3人を破り、初当選を果たした。12月7日、1期目就任。当日有権者数、人最終投票率、2007年11月18日執行の市長選に立候補し、無投票当選。2選を果たした。12月7日、2期目就任。当日有権者数、 64,662人、最終投票率、2011年11月20日執行の市長選に立候補し、無投票当選。参戦を果たした。12月7日、3期目就任。当日有権者数、63,325人、最終投票率、2015年11月22日執行の市長選に立候補し、元市議の福島民夫を破り、 4選を果たした。12月7日、4期目就任。当日有権者数、6万1614人。最終投票率 52.、52.27%2019 年11月10日執行の市長選に立候補し、元市議の表、原立磨学に敗れて落選。5選を逃した。当日有権者数、6万1212人最終、投票率。 52.94%ありがとうございます。